岡本図の岡本翔とドラムの岡本レイジです、はい、めちゃめちゃ優しいそうですね、優しいし面白いし、あでも意外とレコーディング一緒にやったことないから、うん、それ思ったんだよね。やってみたいですね、一緒に曲を書いて。大体のことはやったけど、対バンしたり、そうそうそう、バックバンドやったり、バックバンドもやって、だからプライベートでも遊んだりしたことあるけど、曲を一緒に撮ったり書いたりできたらいいなって、うん、そう、俺たちのあれなんですよ、最初のインディーズの頃のレーベルの先輩で、だから付き合いは本当に11年ぐらいになるんですね。そうそうそう、長い付き合いで、はい、多分ほぼ唯一のなんかそういう先輩みたいな、先輩ですね、うん、だからこれからも一緒に何かやりたいです。よろしくお願いします。お願いします。